チッとポチッとポチッとエムラジポチー。どうも、 A グループのリーダーの小島健です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。誰ですか、あなた。あ、リチャードです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。始まりましたよ。はい、小島のバースデー会です。バースデーヤングタウン、皆さんありがとうございます。今日は、あと4日後が、私、うん、小島健の誕生日ということで。あら、何歳になるんですか ?24!24! になります。23から24になります。あと4日後で。寂しい。23でいたい。なんなら22、21、20ぐらいでいたいよ。ずっと。めっちゃ遡ったな。ちょっと22になった、ちょっと過ぎたぐらいでずっといたいです。なんかあんま変わらんかなって思い出してきたよ、俺は最近。あら、リチャードさんは今。27です。ですよね。はい、で、僕24。うん。そっか、3つ差。あ、4歳差か。早生まれやから、うん。いやいやいや、結構でかいですよ。いや、変わらん。いやいやいや。おー、あ、ちょ、待って、今かこれ。なぁ。これ今かもっとなんかあったくないかタイミング。もっとあったやろ、絶対。ちょっと一回、ちょっとグッグダ、一回止めて、一回。絶対思ってたタイミングじゃなかったんやろな。超グダった。びっくりした。嘘やろ。ゆる。今しかも24歳なんかちょっと年感じますわみたいな感じの話してるとこでこんな陽気な音楽出されてる。もういい、いけ流せちょっと早かったかな、これが。ちょっと早かったかな。まあでも、あの、お便りも届いてますんで、はい、読ませていただきますね。嬉しいよ。静岡県浜松市のラジオネーム瀬名ママさんからいただきました。今日担当のお二人、こんばんは。もうすぐ小児犬の誕生日ですね。ありがとう。おめでとうございます。ありがとうございます。私の娘は小学校2年生なのですが、小児犬と同じ6月25日生まれです。おお、おめでとうございます。おめでとうございます。娘が生まれる前は6月は梅雨で雨の日が多くて苦手だなと思っていました、うん、だけど子供が生まれてからは6月が楽しみになって梅雨も楽しくなりました。小児犬、改めてお誕生日おめでとう。ありがとうございます。幸あれということですね。幸あれ。俺に英語入ってきた。俺歌詞でかいって。ちょっと歌詞でかないか。こんな詞で歌ってるのか初めて聞いたかもしれない。結構ちゃんと歌ってる方やった。ウェアレドルワインみたいな。びっくりした。白ママ、ありがとうございます。ね、いや、そうなんですよ。このね、この時期ってやっぱ梅雨なんですよ。僕もそうですけど、梅雨生まれなんで。でも逆に言うと、ちょっとね、ジメッとしてきて。この梅雨の時期になったら思い出せるわけですよ。あ、今月とか、もうそろそろ小児犬誕生日やとか。あ、もうなんか、空気の感じで。そう。だから逆にハッピーになれるっていうね。それを、あ、小児犬の誕生日なんやっていうふうに、ポジティブに持ってってください、皆さん。なるほどね。そう、ほんまにでもこれ、生まれた時新聞みたいなのあるじゃない。うん。小学校の卒業式とかでもらえる。うん、自分が生まれた時の、年の、あるね、一週間のもの。そう、何があったかみたいな、うん、その新聞で、こう、天気予報みたいなのあって、やっぱ全部雨だったんですよ、一週間。ああ。そう。でも逆に言うと、そう、この時期やからこそ僕も生まれたということなの。真っ只中やもんな、そう、本当に真っ只中なんで。いや、でも本当祝っていただき、いつもありがとうございます。めちゃめちゃブース内もすごい、ね、紫に。え、これめっちゃ今過去一じゃない？こんなに。あれ、これなんかどんどん上がってません？あ、2周目いった、うん。ちょっと相手から2周目いった。すぐじゃなくて。ちょっと空いたの。終わったんかなと思ってるけど。全然。大丈夫。終わってない。何周もしてください、全然。はい、誕生日はもっとね。なるほど、ね。膨らましましょうっていう。そう、いや、ほんまブース内がすごい豪華で。ね、だってスタッフさんもだって、みんな紫の服着てくれてるやん。本当に、すごいです。愛感じますよ、本当に。ツンツン頭くん。ね。あの、今日俺会った時。はい。紫見えてない気がするんですよね。いや、まあ俺はそんな風には思ってないですけど、うん、まあ皆さんね、来てくださってて、ほんまに。この状況ね、あの、俺の誕生日の時と、まあ逆。あら、逆に。俺の誕生日の時は、ツンツン頭くんが、あ、黄色着てくれた。黄色着てくれた。わざわざ着替えて。そうや。でもなんか、なんかを掲げてる。何やろ、カード入れ。カード入れが紫。かろうじて。今日のためちゃうん、絶対。カード入れそんな入れ替えないでしょ。うん、いや、でも全然、いや、もうでも愛は感じます。いや、あるよね。でもまあ、やってきてないということで、来週、そのツンツン紫にしてもらいます。髪色紫で。はい。はい。もうそれは今日やってこへんかったバスとして。髪先ツンツンの部分。でかないそれ。紫で。いや、それはやってもらいましょう。ツンツン紫。そう、ツンツンの部分だけ紫で。別に。頭皮近い部分全然黒で。先っぽ。ツンツンの先の方だけ紫。ちょっとオシャレな感じで。ついでにもじゃくんも、もじゃもじゃ紫。紫で、全部。全部紫もじゃに。もじゃさんの方がすごい分かりそう。もじゃくんもでもちょっとニアピンアウトやからな、まあ、ちょっと。紫。え、でもわざわざ、着替えに。らしいですね。着替えで、
シャツを着てくれて、で紫要素があんまないんですよ、ね、あるある、ちょっと柄に紫入ってるみたいなね、うん、感じですけど柄の一つが紫っていう感じ、うん、ね。いやでも本当にあったかいですよこれ、ね、こんなんしてくださるゲームないですかね、ここまで、うん、みんながスタッフが、私は感動して泣いておりますよ、本当に。泣いてないですね。泣いてます。泣いてないですよ。ちょっとドライアイやから出にくいだけで、ね、日常やったら泣いてます、うん、泣いてないね。今日はちょっと泣きにくいドライアイだ、コンディションが、目のコンディションが常にドライアイじゃない、常にドライアイ、ドライアイで鼻炎それ言ってくれたら、でもなんかもうなんか逆に今言っててもうなんか忘れたぐらいの時にポンと来た方がめっちゃ嬉しいかも、うわーってなるんじゃん、うん、でもなんかお腹いっぱいとかできたらちょっとあんま楽しまれない。今日じゃないな。今日ね、楽しんできましたけど、音楽が。ごめんなさい、皆さん。もうちょっと綺麗に繋げへんかったん、この曲。DJ どうなんのかな。あんま。一回一回ブチって切れるからさ、ね。切れますね。結構飽きますもんね。そうそうそう。ちゃんと、あ、もう一回来たなって分かる。もう全然。繋ぎ方嬉しいですよ、こうやって祝っていただけるのは。僕は大人ですから。うわでもやった、ね、じゃあ次ちょっとほんまに次というか、うん、いつか夏暑い中流しそうめんみんなで楽しみ、それはもう皆さんちょっと待っててください、ちょっと期待ですね。うわーめっちゃ嬉しいわ、流しそうめん、そうめんが食べたすぎて今もう今今ほんまに今もうこの時期になったらやっぱもう暑いって、でも増えてくるよな、これからそうめん食べる機会が、そう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 、もうついにそばとかコンビニで買い出しましたから、うーん、ちょっと楽しみですね。ちょっといけるもんがいい。はい、夏楽しみです。うん、やったぜ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、僕の誕生日の話もいいですけども、ちょっとヤンタンさんからということで、うん、先々週はヤンタン店があり、はい、これたくさん言わせていただきました。先週は MBS ラジオドリームウィークでしたので、リアルタイムツイート大感謝祭を実施したところ、うん、見事ヤンタンがトレンド1位になりました。おこれすごいことらしいね。おめでとうございます。世界トレンドも1位。うん。すごいです。すごい。な、放送中はね、行ったり来たりしてましたけど、1位と2位を。あら、すごい。めっちゃしてある。あ、出てたんですか？出てないです。あらら、はい、聞いてて。あ、はい。すごリスナーなんで。大ファンやん。はい。ありがとうございます。でも、あなた方のおかげで。ありがとうございますじゃないんですよ。草間さんたちも。ありがとうございますじゃないんですよ。やってくれました、そのツイートは。ね。ね、皆さんがやってくださって。うん。いや、本当ありがとうございます。世界トレンド1位ってありました？過去に。あったんちゃん、ドーキーズの時、大勢福本と正門の時かにあったそうですけども、すごいな。じゃあ2回目ぐらいの快挙、すごいね。うわー俺の誕生日もうちょっと早かったらな、俺がトレンド1位やったのにな。分からへんで、誕生日効果で、あ本当っすか、今日確かにみんなうわほんまほんまおめでとうで、やんたんやんたんやんたんって詰めてくれるかもしれない。ちょっと早いけど、じゃあ皆さん、うん、ハッシュタグ小島誕生祭で。そっちを入れようとしてんの？ハッシュタグええやんたんじゃなくて。ええやんたん、小島誕生祭。ちょっと早いけど、今日とりあえず今日祝っとこう。4日前かもしれんけど。そっちを入れようとしてんの、ね、とりあえず今日祝っとこう。なるほどね、とりあえずね。で、まあ、ダブルで、ええ、そう、ダブルで。ダブルでつけてもらって。うん、いいですね。とあとハッシュタグ流しそうね。ハッシュタグ多いやん。楽しみにしてる。ハッシュタグ多いよ、今日ハッシュタグ多いよ。流しそうめん楽しみ。もうちなみに終わってますからね。リアルタイムツイート大感謝祭は。終わってますけど、もうこれ小島の英語です。はい。俺の誕生日を、ね、いいものプレゼントしてください。別に、ステッカーがもらえるとかではない。もちろんね。はい。世界トレンドを僕にプレゼントしてください。ああ、なるほど。はい。すいません、ちょっとおしゃれな言い回しになってしまいました。放送中にプレゼントできるかもしれんということで。もちろん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 。僕に一応プレゼント、みんながプレゼント渡したいよーっていう人なら、ね、なかなかね、このリアルタイムで、このね、うん、そうよ、プレゼントを渡すこともできへんし、そうそうそう、やっぱり。みんなも多分俺に渡したいと思うよ、うん、いろいろ。うんうんうん、ただでもまあやっぱしこう、それを電波を通して渡すことができるよ、今日ならばっていう、ね。今日チャンスだよ。あ、なるほど。もちろん6月25日はもちろん受け取りますよ。うん、皆さんね、また言ってくださるんでしょうけど、うん、今日もプレゼントちょうだいと。2回ちょうだい。4日前に1回と。当日に1回。もらえるもんは全部もらっときたい。4月もらうから。なるほど。ちょうだいよ、もうそういうの好きだから、プレゼント。大好きですから。ぜひ。と、ね。よろしくお願いします。ハッシュタグええやんたんもお願いしますね。うん、じゃあ、ちょっとタイトル参りましょうか。はい。MBS、ヤングタウン。改めまして、A グループのリーダーの小島健でございます。はい、サマリトルケイタです。お願いします。まあ、何か、もじゃくんから運ばれてきましたけど。あらららら。どうしたんですか、こちら。この、あ、わ、出た、ヤンタングッズのレターセットですか。レターセットや。
こちらお便りですかね。読みますね。おしゃれなお便りですね。兵庫県神戸市の、ラジオネーム、まっぴらけんさん。まっぴらけん。なんかちょっと嫌やな、俺が。俺がなんかちょっと、まっぴらみたいな、なんかちょっとやめてくれよ。まっぴらけんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ヤンタンスタッフさん、A グループの皆さん、こんばんは、ワイパー。ワイパー。ワイパー。先週の日曜日にヤンタン店に行きました。あ、うん、ありがとうございます。初めての大阪、大阪駅と梅田駅が同じ駅であることにびっくりしました。そうやねんな。大発見でした、うん、狙っていたトートバッグと一目惚れしたステーショナリーセットを購入することができました。ミャクミャクにも会えて大満足です。ミャクミャクも、うん、ミャクミャクさんも来てたんですね。そうですね。さらにフォトブースでの待ち時間で隣に並んでいたお姉さんと仲良くなりました。あら、とても優しく接していただき、一、人の待ち時間を楽しく過ごせました。いいね、うん、この場を借りて感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとうございます。聞いてくれてるよ。またどこかでお会いできたら嬉しいです、うん、あおう。最後となりましたが、ヤンタン55周年おめでとうございます。くれぐれもお体に気をつけてお仕事頑張ってください。毎週水曜日楽しみにしていますということですね。なんて丁寧な。ありがとうございます。ありがとうございます。まだお若いのに学生の方ですよ。あら、大阪、初大阪。うん、どうやったかな。たこ焼き食べたかな。食べたでしょうよ、ね、そら美味しいからな、大阪の食べ物は。初大阪で大阪駅、梅田駅は迷うよね、多分。梅田ね、うん、梅田ダンジョンとか言いますもんね、うん、もう地下とか入ったらもう出てこれへんからね。いや、もう分からんもんな、ね、やっぱし、うん、俺もやっと最近慣れてきたけど、ちょっと難しいよやっぱ。いや、こうやってさ、このレターセットとかですか、うん、お手紙みたいなんで届くお便りも嬉しいよね。いいですね。すごいよこれ写真、うん、何ですかその写真は。このヤンタン店にこう並んでる人たち。ヤンタン店か、すごっ。マジでこっちから見てその逆に写真置いてあったから、うん、USJ のハリーポッターかと思ったハリーポッターゾーンかと思ったハリーポッターコーナーぐらい並んでるから。いや、マジこれアトラクション、うん、アトラクションなめ。すごっ、こんな並んでたんですかこれ。でもこれめっちゃ並んでんねんけど、並んでる人 ほぼほぼがトートバッグもう持ってんねんかな。これ何に並んでんの。2周目とか。あ、フォトブース。あ、あの我々のこのブース内で写真撮れるよ気分になれる場所ですね。なるほどね。あ、それを先にグッズを買ってフォトブースにこうやって並んではるんや。はいはい、ありがとうございます。そう、わあ、そう、俺とマサヤがこう撮ったところですね、写真。このツイッターに出てますけどもね。ツイッター、ツイッター、ウェラル。あ、そうなんや、ここで。これすごいな。っていうかさ、俺こうこれほんますごいなって思うんだけどさ、はいはいはい、最近俺新幹線とか乗るときにさ、はいはい、このヤンタントートバッグ持ってる人めっちゃ見んねん。へえ、すごない。それこそ大阪外から来てくださったんでしょうね。そう、だから、うん、あ、いや、ヤンタンやんってなんねんけど、うん、誰のヤンタンを聞いてる人が買ってるあれなんやろうと思って。うん。わからへんよね、それはね。うん、月から金曜日。え、だって、ええヤンタン聞いてたら、まあまあな確率で俺わかるやん。俺やって、わかるやん。確かに確かに。でも、俺がバレへん時があんのよ。はいはいはい、はい。あ、ええヤンタンじゃないんかってなるから。なるほど。え、ヤンタンすごってなった。いや、55周年やってますから、うん、長寿番組ですからね。しかも目立つねんな、このトートバッグ。ね。わかりやすいやんか。かわいいわね。そう。うん。だから、お、ヤンタンやってなる。確かに確かに。俺はもう知ってるから余計ね。なあ。いいよ、ね。めっちゃ嬉しかったわ、それ見つけたとき。いいっすね。だって、さっきも聞いたところ、ボーカリストおるじゃないですか、うん、スタッフのね。ボーカリストが、すごい、この仕事そっちのけでもこれを見に行って、これで喜んでくれてる、その来てくれた人、リスナーさんとか。うんね、グッズ買いに来てくれた人を見てすごい最高です。今今日の気分どうすかって言ったら最高ですって言って、なんでですかって言ったらその理由言ってて、うん、もう毎日元気もらいましたって皆さん見て、だからちょっと皆さんボーカリスト見てるかもしれないです、このリスナー。いや、可能性あるよね。そうそうそう。見てない？さすがに見られてない？ボーカリスト見られてない？どこから見てたん逆に。怖っ怖っ。忍んでた、ちょっとちょっとお忍びでもう古いって表現がチラッてしてますよ、なんか壁手でやって、しかも壁手で出した時3本でやってますよ指どんなちょっとやめてください、そういうの。年出すの、年出すのやめてください、もう本当に。でもちょっとずれてんのかな、やっぱりな。いや、でも最高ですね。Pもね、ジェイソン・ステイサムの P も下に行ってありがとうございますとちゃんと挨拶をしてて、だからみんなやっぱ気になってたんですよね、スタッフさん内でも。そうやね。これ行ってない？してた？ちゃんとしてた？してたって言ってますけど。してたって言ってる。ねえ、ほんまに。だって、え、これはやっぱすごかったんですか、その、生で見て。見たことないと、ボーカリストが。え、ボーカリスト、だってすごい、ね、僕らの年上の方ですよ、ボーカリスト。うん、
昔のやつ。見たことありそうやけど。それでもないぐらいの。そうそうそう。すごい熱狂、大盛況で、大盛り上がりだったということですけども。ねありがとうございます。嬉しいな。また第2弾なんかできたらいいですね、こういうのね。もうちょっとね、ブース広げて。確かに確かに。そっか、なんかちっちゃかったんですよね、今回 MBS の1回の。でっていうことやったから。コーナーが。確かに。なんかやりたい。それこそ収録とかやりたい。公開収録やりたいね。ね。うんうん。なんかこう、下で。なんかあの、ブースみたいなやつ。逆に、めっちゃダダッピライとかあるやん。一階ですか？あの、倉庫。倉庫倉庫みたいな。あ、はい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 。あの、収録の時たまに使う場所、ね。そうそうそう。はい、あっこやったら公開収録しても、普通に人入れんじゃん。確かにね。あの広さあったら。30、40ぐらいは。うん。立ち見とかになっちゃうんじゃない？でも。まあ、パイプ椅子。うん。椅子座ってもらって。並んでいただいて。はいはいはい、いいな。公開収録ちょっと、年内、ね、年内、まあ何し。来年の俺の誕生日までの。じゃ来年の俺の誕生日しましょう。誕生日基準なんや。うん、俺の誕生日。小島の誕生日基準なんや。そうそうそう。一周年と。なるほどね。そうそう。したいな。ちょっと公開収録はほんまこういうブースでしたいんで。うん。ぜひその際は皆さん来てください。ちょっと夜遅いけどね。確かにね。いや、公開収録やから別に。あ、そっかそっか。公開生放送やったら遅いけど。公開生放送したいなって。公開生放送やったらみんな終電めっちゃ気にしてなあくんくんなんで。しゃあない、でもこの辺がもうそれで栄えるから。この辺の。この時間に。ビジネスホテルとかが急に栄えるから。町おこししましょう。梅田を。めちゃめちゃ起こす。この辺で。起きてますけども。めちゃめちゃ起きてる街ですけども。公開、ちょっと待っててください、皆さん。じゃあ、その時に被せて、ヤン探偵もやってもらうのかね、だから。確かに確かに。やっぱ、ね、ダブルで来てもらってっていうのを。いや、いいな。ね、ぜひしたい。夢は広がりますけども。うん、これ、もうグッズはもう、買えない。今は。サイトで買えると、皆様。オンラインですね。オンラインで。もう、その、現地で、今回みたいな。そうですね、まあ、方々も、はい。当分ないでしょうけど。うん。我々も欲しいね。欲しい。欲しいですよ。うん、我々。演者側が。ないんですよね。うん、演者側、演者側。忘れてたい。忘れてた。あ、よかった。でもくれる？え、違う。忘れてたからもう売り払ってんねん、全部。嘘やろ ?6 個でへんねんで。うん。6個も余ってない。ないね。すごいですね。逆に嬉しいです。そんなに売れてるから。その分ね。その分多くの人のところに行ってるわけやから。なるほどね。うん、うわ、難しい、これは。6人分やけど。俺もちょっとお母さんに持たせてあげたかったけども。ダメか。おばあちゃんにも、ちょっと上に持たせてあげたかったけど。ダメか。おじいちゃん欲しがってたな。おじいちゃん今も眠い目こすりながら聞いてんやろな、これ。ラジオ合わせながら。かな。なあ。手元にグッズ欲しいやろな。欲しいな。やっぱり、聞きながらな。おじいちゃん、おばあちゃん、家族分、俺の分って考えたら、4、5個は欲しいな。バッグ。レターセットも欲しい。通常より欲張ってるけど。ちょっとでも僕らほんま買いましょうよ。うん。ほんま買うのはいけるって言ったの前。全部まだネットでは買えるってことですか？ネットでは全商品。はい、買える、ね、ということですので、うん、皆さんも購入していただいて、はい、A グループもちょっとほんまに買わせていただきましょうかね。じゃあそれタンプレでいいですか？あ、俺の、はい、あ、くださるんですか、はい、あ、でもまあお前だから5個、全部5個ずつじゃん。5、え、違う、だって G は家族、違う、友達の分タンプレ、タンプレってあの本人に渡すようやねんか、はいはいはい、そんなの配るようまで、いやいや、俺が渡す意味分かる。ちょっと男気ないな、みたいになりますけどね。違う。そこは言って。違うよ。それタンプレの意味を、なんかちょっと、な、変わってくる。あ、ほんまって思っちゃうかな、やっぱり。ちゃうか。そうそう。だって、タンプレでもらったらもう人に配らへんやろ。普通。確かに。やろ？ほんまや。俺が浅はかや。うん。それは。な、うん。俺のミスです。よかったよかったよかった。じゃあ僕の気づいてくれて。ください。やった。一個キープ。はい、じゃあ今日もこんな感じで楽しくやっていきますけども、はい、私はちょこちょこ自分の誕生日だということをアピールしてまいります。よろしくお願いします。メールアドレスはですね ys@mbs1179.com ys@mbs1179.com 放送を聞いての感想をどしどしお寄せください。ツイッターは先ほどもう言いました。ごめんなさいね。あら、リチャードさん、どうしました？メガネ外し、はい、目かゆくて目かいてたらどこまで喋ったか聞いてなかった、ごめんなさい。素直、はい、素直ですね、はい、はい、まあツイッターはですね、先ほども言いました、はい、ハッシュタグ A やんたん、ハッシュタグ A やんたんと、ハッシュタグ小島健誕生祭、はい、でたくさんつぶやいてください。今トレンド6位、ハッシュタグ A やんたん、 A やんたん6位ですよ。いいですよ。そうそうそう、そんな頑張りのままで。そうですよ、はい、ありがとうございます。皆さん祝ってください。よろしくお願いします。お願いします。ではこの後11時30分までお付き合いください。この番組はワンカップ大関
総合教育障害学習機関 ECC の提供でお送りします。 ECC の先生教えてください。ええやんたんフレーズ。花をめでる心があるんですか。 You like flowers? ええやんたんフレーズ使えるやん。知らんけど。 ECC 花子です。今日取引先で。ああ花子さん、うちの会社に来いへん。またまた。待遇とかいろいろええ塩梅にするで。部長ご冗談を。そんな日は早く帰ってワンカップ大関を飲む花子でした。ええ塩梅ってなんやねんな。お酒は二十歳になってから。数えるのも一桁になってきましたね。両手で収まります。うんね、うん、うわすごいわ。めっちゃこのボックス、そうボックスから引くけどもうめっちゃ寂しいことになってますわ。カラカラですね。じゃあこれにしようかな。今回僕が選んだ都道府県はこちらです。バーン、奈良県来ました。奈良、奈良県です。おー、はい、奈良県は A グループいないですね。関西圏ですけども、ね、そうですね。奈良いっぱいあるよ。奈良いっぱいあるね。ね、ちょっと何が来るのか楽しみですけども、新幹線城島さんのね、出身地ですね。そうですね、奈良県楽しみです、はい、ということで奈良県に住んでるリスナーさん、奈良県にゆかりのあるリスナーさん、奈良県のこと知ってるリスナーさん、どうぞツイッターで必ずハッシュタグええやんたん47ツアーの47ツアーをですね、つけて奈良県の自慢をつぶやいてください。たくさんのツイートお待ちしております。ヨドバシカメラは省エネエアコンへの買い替え、スピード取り付けも安心です。冷蔵庫、洗濯機、大画面テレビ、カメラ、時計も豊富な品揃え。携帯電話、パソコンのこともお任せください。ヨドバシドットコムは送料無料、スピード配達、1100台の大駐車場もございます。ファインドユアベスト、お客様の一番がきっと見つかる。梅田のヨドバシカメラ。ご存知ですか、歯磨き前の新習慣。歯ブラシの前にまずは歯間ブラシで歯の隙間汚れをかき出すことが大切です。これからは歯間ブラシをしてから歯を磨くのが当たり前。歯磨き前の新習慣、歯間ブラシはデンタルプロ。なんだか今日は Happy Today! はい、ということで始まりました、ハッピートゥデイ。今日あった嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなどメールでいただきました。ハッピートゥデイのコーナーです。はい、じゃあ早速読んでいきましょうか。お願いします。かな属してるトーマルークルークリトル関西の方が先に来るんだけどな。コジスタイルとリトル関西も、まあ、属してて、うん、そこジスタイルって俺とルークのチームなんですけど、うん、2人の、そうで3人でちょっとぶらりしたりして、そうフーガの買い物付き合ったり、フーガから急に連絡が来て、うん、そうそうそう、偶然近くおったからじゃあ行くわっていうので行って、でその後ルークもちょっとね、なんか仕事終わりかなんかに合流してみたいな感じで3人でちょっとブラブラしたんですけど、そういうのはやっぱなんつったら嫌なことがあった時切り替えれるというか、楽しい時間でしたね。すごい、なんかの馴染みのコーラと、そう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 、一緒に何も考えず普通にガーッと、そうそうそう、遊んでるぐらいの時の、そういうのが好きなんで、喋るのが好きです。僕普通に食べてますね。いやええよな、やっぱそんな感じです、うん、いやでもほんまにそう、なんか嫌なことあってもダイエット気にせず食べてね、ねじくくさん、うん、食べて食べて、うん、食べて食べて、でまたなメールちょうだい、うん、食べたわって食べたわ、うん、食べたわってちょうだい、嫌なことあったら食べたわって、嬉しいわ、なんかその食いっぷりが、うん、俺は見てたよその食いっぷりを。なんかもう、なんかもうそれで食べたわっつってここにお便り送ってきてくれるまでがワンセットがいいよね、うん、そうね、それでなんかもうストレス発散できてるぐらいの感じが、確かに確かに、なんか、うん、実現すると食えるとき食っとこう、年熟さん、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。続きまして、はい、千葉県船橋市の、ラジオネームダイナミッコさんからいただきました。ダイナミッコ、ありがとうございます。A の2人、ヤンタンスタッフさん、こんばんは。ワイパー、こんばんは。ワイパー、こんばんは。ワイパー、私は3時のママリスナーです。3時のママリス、うん、今日起きた小学校1年生の息子にまつわる出来事を聞いてください。ですか、はい、うん、息子にはずっと欲しがっていたゲームソフトがあるのですが、うん、我が家はゲームソフトなどの少し高価なおもちゃは誕生日やクリスマスのプレゼントとして買うため、うん、そうですよ、12月生まれの息子には数ヶ月先まで入手するチャンスがありませんでした。そうね、うん、がっかりした息子は日に日にゲームへの思いを募らせていましたが、うん、ある日それなら自分で買えばいいんだと言い始め、ほう、それからというもの1回につき10円もらえるお手伝いを頑張ったり、うん、お金を使うのを我慢したり、うん、熱心にお金を貯め続けました、うんうん、そして今日ついに
自分のお小遣いでお目当てのゲームソフトを買うことができました。おめでとう。おー、すごいね。お店でゲームソフトを手にした瞬間の息子の嬉しそうな顔や誇らしげに自分のお財布からお金を出してレジで会計をする姿を見て、こちらまでハッピーな気持ちになりました。いいですね。息子はまだ消費税を知らなかったので書いてある金額より高かったとむくれていましたがそんなところも可愛くて成長を感じるとともに、浪費家の私に対して好きなもののためにお金を貯められる息子を尊敬できた最高のハッピートゥデイとなりました。お二人は子供の頃にお小遣いで買った思い出の品はありえますか。うわー、なるほど、めちゃめちゃええやん。いい話でした。ほんまハッピートゥデイ、心温まりました。めっちゃ頑張ったよな、小学校1年生の子。だってカセットって今めっちゃ高いんじゃないの。だって1回につき10円のお手伝いを頑張ったりね、小遣い貯めて、お小遣い貯めて、えだってほんま結構高いよね。高い。セットとかもどんどん高くなっていってますもんね、今。何のゲームか分からへん、うん、ゲームソフトってなったら割と高いよ。だいぶですよね、その単位的には、うん、何千円とかしますからね、うん、1回10円ってなったらそれを貯めてね、すごいわ、頑張ったわ、嬉しい な。やっぱ消費税とかもかな。でもそうやって自分の身で知っていくっていうな、うん、すごいですよね。この年で知ることないよ。ない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 。なあ、もうないですね。サンタさん来へんかったとか言ってる、そうですね、時とかやん。自分で頑張って貯めて、うん、すごいよ。またね、どんどん貯めて自分で買っていくんやろうな。いいお家や。いいお家ですね。お二人は、うん、子供の頃お小遣いで買った思い出は、思い出の品ありますかって。なんだろうな。小遣いで買ったか。僕はでもカードゲームっ子だったんで、バリバリ、うん、まあ本当にあらゆるカードゲーム手出しましたから、うん、遊戯王デュエルマスターもう全部行ったから、ポケモンも行ったし、全部買ってたね。逆にどういうので買ってた。パック。あ、パック5枚のえ、あのガチャガチャのやつで買ってなかった、うん、あの100円のやつですか。3枚入りとかのギギありましたね。ギって出てくるやつ、はい、近所のスーパーありましたよ。 あれあったけど、なんかあれも何回かあったけど、あれはあんまなんか古いカードとかが多いですよね。あのそれこそバックとかじゃないから、その最新じゃないイメージがあって。確かにね。だからほんまに買い物ついてった時にバックやったり、あとあのあれよ、ゲームセンターにある100円であのカード1枚出てきて、そのカードで戦ったりする、はい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 、ね、ありましたやん、カードゲーム、うん、それこそ虫キングとか昔でいうところの、うんうん、あの辺はやってた。あの辺のためにだから流行ってたな。そうそう、お金を、メタルゲームとかもそうですけど、ゲームセンターもゲームセンター校でもあったんで、うん、そうで、お金をこうお母さんと親の買い物についてってポケットに入れて忍ばせていくわけですけども、うん、お金持ってきたやろって言われるんですよ。なぜかバレて、うん、いや持ってきてへんよみたいな、うん、でなんかあんま言いたくないっていうか、その怒られるわけではないけど、うん、そうやってお金を使っていくっていう風になんか嫌やったから、なんかちょっと言われるじゃないですか、やっぱ、うん、そのまたゲームしてみたいな、だから嫌やったから、その行ってへんよ、だからトイレ行くとか言ってゲームセンターバーって行ったりしとったんでそういうバレるのが嫌やったんで、でなんでバレるかって言ったら、200円以上持ってってるからなんですよ。お金の音がチャラチャラなるんですよ。そう。100円じゃバレない。だから右と左に100円ずつやったらよかったのに、うん、右に100円玉2枚入れて、ずっと俺が大事に200円ずっとジャリジャリ持ってたから、チャラチャラ音かなって。めっちゃ可愛いやん。それでバレてないと思って。そう。いや、持ってきてねえよ。いや、もう音でわかんねえよ。音でみたいな。そう。チャリチャリチャリ。そう。だからああいうのほんまに自分へのご褒美感覚でしたね。そうやったわ。あ、リチャーさんも、うん、それはベイブレードやったけどね。ベイブレード帰りに、あれ何代目ですか、リチャードさん。ベイブレードは、え、初代じゃないですか多分。あ、そう、あのでかい、でかい、でかい、やでかかったですか。でかくはなかったよ。あのでもあのこの自分でギーって刺して、うん、自分でブイーンって2代目じゃない、じゃあちっちゃかったなら。あ、初代が確かめっちゃでかいんですよ。え、分からへん。でも俺ベイブレードの、え、あれ初代じゃないんかな。あの上、そうなんや、上の、はいはいはい、絵柄、あのキャラクターのやつカチって、うん、あ、初代買えるやつ、でかいやつや。いいっすね。え、あれ買ってました、ベイブレードの版。あったあったあった。あ、もう買ってたんすか、うん、フィールドやってた。あ、やってたんや。友達とか持ってたから。そうですよね。だからなんかあいつ何色持ってるから俺こっちがいいみたいな。はいはいはい、いろんなタイプありますからね。そう、実はちょっとやってたよ。ごめんなさい、女性リスナーは女の子はちょっとついてくにくわね、ちょっとお兄ちゃんとかの記憶たどってるかもしれんけど、うん、そうあったんですよ、ベイブレードって。俺がだから3代目とかだったんで、逆に。ああ、ちょっと当ててメタルファイトっていう感じだったんで、鉄が入ったんですよ。ちょっと重なってる感じですね。重いんですよ。なるほどね。やってましたね、友達に連れて。懐かしいな、ベイブレードとか。まだありますもんね、家。全然ありますよ。まだあるんや。あるある。俺ないわ多分。あ、本当っすか。大事に。そうやな。だから逆にその
捨てるとか そういうなくし時がないんですよ、うん、もう今も大事に宝物ですよ。もうあなんか言ってたな、でも言ってた俺あのそれじゃなくても机の引き出し開けたらもう遊戯王のカードとかいっぱい入ってるみたいな、テレビ通話した時に A グループで何年か前に言ってたよな。そうそう、だから今もありますもん、全然、すごいな。てか勉強机残ってる、勉強机残ってるやんな、うん、それがすごいもん、勉強机残ってないもん俺。勉強机にもちゃんとだからみんなやっぱなくしたりしますやん、うん、大人になる時に、うん、机その中にだから全部入ってますから、小学校の頃の思い出とかいつでも戻れますよ俺。タイムマシンっす。いいなそれ、ドラえもんじゃないですけど引き出し欲しいわ。ぜひじゃあ今度勝負しましょう。また新しいの来るんでベイブレード。あそうなの。そうなんですよ。すごいのが来るんで。めっちゃ詳しいやん。いややばいっすよ。今のやつでも弾けんやろ。そう次のやつ もっとスピードやばいっすよ。はい。皆さんごめんなさい、ちょっと置いてけぼりになったからごめんなさい。男の子2人が興奮しました。今度ベブレートします。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。続いては、京都府宇治市のコッコさんからいただきました。ありがとうございます。 A の2人さん、こんばんは。ワイパー、こんばんは。ワイパー、早速ですが今日初めてバイトの面接に行きます。高校生になり学校の帰り道に寄り道をしたり休日に遊びに行ったりする機会が多くなり、お小遣いでは足りなくなってきたのでバイトを始めることにしました、うん、初めての面接すごく緊張しています。面接を終えたら A やんたんと心で唱え続けて頑張ります。私はアパレル業なのですが A さんはもしアルバイトするならやってみたい職業や職種はありますか。あ今日や頑張ってどうやったんかな今日。まあでも今日結果わからんか。そうやな、うまくいったんかな。コッコさんうまくいってること祈ってますけども、どうですか。なんかお小遣い関連多いな今日。まあそうね、うん、お小遣い足りんくなったと、まあ、年齢は違いとね、高校生お小遣い足りんくなるよ。なるよね。遊ぶもん。やっぱ世界広がるしね。遊ぶもん。遊ぶもん。だから頑張るの。頼むよ。で、どうですかリチャードさん、アルバイトするのはやってみたい職業や職種。アパレル業いいよな、でも。おしゃれっすよね。うん。とか、あの、なんか、アパレルの接客してみたいって思う。はぁ、どんな感じなんすか。分からへんけど、なんか。結構テンション高めでいく。うん。あのスッてくる人おるやん。はいはいはい、もうあそれいいっすよね。俺めっちゃ苦手やねんけど、ああいうの。あ苦手なんすか。そう、あのこの全然一人で見たい時に話しかけられんのめっちゃ苦手やねん俺。いますよね。まあそうですよね。そう、はい、そういう時は俺もうガチガチにイヤホンしてノイズキャンセリングしておるから、うん、ほうほう。でももう聞こえてる手でも隣に来て、まあ、あの視界に入って、うん、まあそうっすよね。ノイズキャンセルまで分かんないっすから、うん、だからああ来るかってなって外して喋るけど、まあ、そうそう、それしたい。したいね、うん、逆に自分がやられて嫌なことを。でもなんかそれを自分でしてみてなんかもうちょいいい方法でできんちゃうかなみたいな。あらその人いるわ。なんかやってみたいなって思う。なまあ向こうもねその商品買ってもらうためにね、うん、それはそうですよね。喋りたいですもんね、うん、あなるほど、アパレルか、うん、ちょっと想像つかんすね。リチャコンが知らん人に自分からガーって言ってな、つかんよな、ね、もう無口で立ってて、はいはい、いますよねそういう系の方で、書生だけ言うてる、はい、いますよね感じ聞いてきたら行くよぐらいのテンションのね、うん、どっしりこの間の可能性はあるよね。俺がやってたらなるほどね。何やろうな、でも僕それこそあの結婚式とかね、ああはい、はい、あのそういうところでバイトする、うんうんうん、ブライダルバイト、そうブライダル系なんつったろう、そういう系のなんかやってる子とかをって憧れてましたけどね、高校生の頃おったよな、そうおった友達、そうでなんかそういう子らもうすごい感動するよみたいな、うんそういうところで、ね、ピュアになりたいというか心を癒されたいですよね。まあお金ももちろん欲しいですけども、それを見てしたいですけど、そう心の浄化までされるっていうね、お金ももらえて、最高のバイトですよ。確かに、そうそう、でしかもいろんな人とこう喋り合えて、楽しい現場でみたいなのはちょっとしてみたいかな。はまあでもだから今と全然違う職種って考えたら何やっても多分楽しいと思うよ。そうね、うん、でも結局は初めてのことって楽しいんやなって思うし、結局でもアイドルに戻ってきますけどね。いやもうそうよ、どんなバイトしてもことできてんねんから、うん、今そもそもがねここに戻ってきますよ僕らは、うん、なので僕らがやってみたいのはいろいろありますけども、結局はジャニーズということで。でもやっぱりさ、そうやって高校生とかでさ、うん、経験できるときにさ、いろんな経験してたらいいなと思うね。確かに確かに、うん。ジャニーズもね、経験できるならしてみたらええやんって感じですけど。してみたらええやん。そうやね。なんかできる人も限られてるからね、うん、でもね。そうそうそう。うん、確かにな。うん。そっか、ごめん。ごめん、コッコさん。でも機会があったらね、ぜひ、機会があったら、ぜひ、うん、体験してみてください。ん
なんかあれできんすかね、それこそラジオこのブース公開って言ってたけど、うん、その下で例えばやるときにちょっと体験してもらうみたいな、その何花粉とかじゃないけどスタッフさん側のサイトの音出しとかも、あなんか俺らがやってるのに体験入部じゃないけどラジオ体験キッザニアみたいなのを、あそう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 、でもそれ実際に放送に乗るってこと、もちろん、あすごっ、そうっす、今回は素人がやっておりますみたいなどこ提供で絶対挟んでもらってそれ素人さんがやっておりますみたいな、音声だけで流すまあまあ聞けない、そうね、いやでもそれでもしかしてラジオっ子増えるかもしれない、そうそうそう、うん、ラジオっ子増やそう、確かにね、楽しいし、そういうのはあった方が分かりやすいしね、うん、こうなんかこういう世界なんやっていうのはいいですよ、ね、面白いな、まあ、夢の話しましたけども、うん、コッコさんありがとうございます、頑張ってください、はい、ありがとうございます、じゃあもう一ついきますかね、ショーいきます、奈良県生駒郡のラジオネーム泉さんからいただきました、泉ありがとうございます、今日担当のお二人こんばんは、さわっさわっさ、俺だぜ、私の今日あった嬉しかったことは学校の昼休みに放送でマツケンサンバ2が流れたことです、放送に気づいた瞬間嬉しさのあまりと規制を発してしまい友達に惹かれましたが、そんなことも気にならないぐらい心の中で歌って踊ってめちゃくちゃ楽しかったです、うん、オールオッケーです、誰か分からんけど放送部の子名曲を流してくれてありがとうということです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、マツケンサンバ2名曲ですね、いやめっちゃテンション上がるでこれは流れたら、本当に僕はそれこそ1週間前ぐらいに、うん、もうマツケンさんと一緒にコジケンサンバっていう、うん、僕がねライブでやらせてもらってたものをテレビでコラボ、ね、地上波で神音で披露させていただいたんで、はい、本当にありがとうございます、よかったですよ、いやー本当に緊張しましたよ、あれはしてた、ね、裏話じゃないですけれども、もう口カラッカラやったろ、カラッカラでしたよ俺あんな人生で緊張したことないもん言ってたもんな、うん、一生緊張しましたあれはほんまに過去一人生、小島の人生、いやそうやと思うで、マジでほんまにそうですよ、だってそうそう、でもすっごい優しくしてくださって、前の日もリハーサルがあったんですよね、うん、神音ね、あれ地上波ので、こう練習してくださって、であの僕が歌って一緒に隣で森原から歌わせていただいて、で挨拶もさせていただいて、でまあ2度目ましてだったんで、ちょっとこの前ありがとうございましたと、で今回よろしくお願いします、緊張してますと伝えて、でやって2回ぐらい曲を練習させていただいたんですけども、2回も終わったのでちょっとあれだなって言ってください、えあ何やろうと思ったら、あそこのこのタイミングが上がるタイミングが違うなって、あアドバイスくださって歌唱 のそうえみたいな、ここだよみたいなの言ってくださって、それがもうすっごいなくないですか、いやてか、ま、マンツーマンってことだろ、そうそうマンツーマン、うわめちゃめちゃ嬉しくて、すごいやん、そうそう、もうほんまに夢の空間でしたもんね、僕一緒に歌ってんのもすごいのに、マンツーマンで指導まで受けてるのすごいよな、教えてくださる、もうすごいなと思う、なんか感無量でしたね、ほんまに夢のステージでした、神本さんありがとうございます、すごい堂々としてたけどね、いやいやいや、うん、実はもうブルブルですよ全身、すげえなー、でも全身ブルブルやったんですよ本当に電気食らってるぐらいのワイプ抜かれてる時もそうそう、ちょっと決めて、ね、顔すごかったからめちゃめちゃ気にしてたから、松田さんあのワイプのねあのシーンも撮ってくださって、わざわざ別日で、うん、別日でね、そうそう、もう何やろ、ある意味覚えてないっちゃ覚えてないですもんね、あの空間は、もうなんかあの時だけ堪能させていただきましたし、もうでも覚えてないっちゃ覚えてないけど覚えてるっちゃ覚えてるっていう、なんかほぼ夢のような空間やったんで、中にも刻まれてる、で終わった後にちょっとこれ自慢していいですか、うん、僕の今のトップガンなんですけど、すごっ、はい、どうですかこれ皆さん今全然興味なかったね、絶対興味なかったね、聞いてるそもそも俺のライブなんかみんな下向いてたね、なんかノイキャンつけてるんかなみんなちゃんと俺流れ的に話したけどね、どうですかこれすごいよ、僕がね見せてるのはこれ松平さんと、だから松健さんと小次健さんのツーショットですね、これ、うん、2人とも着物着てめっちゃいいショットやん、いい写真でしょ、うん、すごないですか、トップガンにさせていただきました、握手してくださって、すごい、あれ上がりましたね、なかなか僕の人生でかけがえない経験となりました、めちゃめちゃほんま、もうガチ公認やもんなね、もうほんまにここまでいったらちょっとまた一緒にご一緒できるように頑張りますので、これはほんまに皆さんの声もあってなんで、ね、500発の本当にリスナー含め、うん、ファンの皆さん本当にありがとうございます、ありがとうございます、これからも頑張っていきます、はい、ありがとうございます、
じゃあ、はい、泉さんもありがとうございました、ね、いっぱい聞いてください、はい、じゃあ続いて、長崎県大村市のゆりなさんからいただきました。皆さんこんばんは。こんばんは。今から餃子パーティーです。おー、朝からなんとなく餃子食べたいなとつぶやいて、学校から帰ってくるとおばあちゃんが餃子を包んでいました、うん、おばあちゃん大好き。今からおばあちゃんに加勢して一緒に大量の餃子を作って焼きます。ルンルンです。今日担当のお二人は夜ご飯何でしたか。はい、うん、何でしたか。夜ご飯。夜ご飯ですか、うん、夜ご飯は僕ラーメンでしたね。あ、もう食ってきた。うん、食べてきた。何ラーメンでした。途中であのなんか家系ってやつ。はい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 、家系でした。あ、いいですね。家系は初とかではない。別に初ではない。ああ、その行った店は初やった。あ、本当ですか。そう。何ですか。塩、醤油。醤油、かな。うん、うまいっすよね。うまかった。海苔がいいんすよね、あれは。あと卵ね、ちょっと小さめの。なんかもうでもあれさ、何これぞっていうのが俺あんま分からんくて。ああ、確かに。そう、全部これぞですもん、家系は、うん、だからもうなんかとりあえずあるものを頼んで食べたから、あ、でもうまかったってなった。あ、いいっすね、うん、家系か。ちょっと早めに着いたからね。あ、なるほどね。そこで食べて、はいはいはい。餃子食べたいな。でもこれ見てたら俺餃子食べたかってんよ。今日餃子食べてないです、ごめんなさい。ゆりなさん、めっちゃ食べたかってん。何食べたん今日は。晩ご飯食べてない。ああ、そうね、なんか中途半端な時間に、そのだからさっき言ったけどリトル関西の風がね、こうちょっと行って、それで合流したんがちょっと夕方過ぎとか、ちょっと中途半端やったんで。あ、そうそう、その時はでもあれ食べましたね、ナポリタン。ああ、めちゃめちゃ美味しくて。ナポリタン。ナポリタン食べて、で、その後、またカフェ行って、何？スムージー飲みましたよ。美味しかったね、あのスムージー。って感じですね。でも、他の後輩二人、だからルークとフーガは、うん、その後ハンバーグ屋さんで、ハンバーグ食べてましたね。うわ、いいな。僕はもうその横にずっと、何も食べてなかったんですよ。ホットだけやん。そうそうそう、喋ってました。ナポリタンでお腹いっぱいやったの？お腹いっぱいでしたね。そうそう、だからもう帰ったら何食べようかなみたいな。まあ今日のご飯、親が何を作ってくれてるのかでしょうけど、うん、お楽しみです。だから僕聞かないんで。あ、聞かへん。そうそうそう、もう家着いた時の、そう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 、もうガチャって開けて匂いで、あ、そう、ほんまにそう、そんな感じです。わー、いいな。料理ガチャ、料理ガチャしてんねや。いやね、夜飯ガチャしてるんで楽しみです。楽しみやな。うん、楽しみにしてます。お腹空くもんね、やっぱな。これやんたやって帰るとさ、まただって食べるっしょ。食べる。何食べるんですか。分からへん。ああ、でもそうですよね。いや、めっちゃ分かります。前に食べてもやんたん後にまた食べたくなる。そうね、なんのよ。しかも今日なんかさ、またさ47全国ツアーあるやん。はいはいはい。それで絶対飯の話とか食んのよ。確かに。それでまた腹減んのよ。やっぱね、すきますね。ありがとうございます。じゃあちょっと僕らを楽しみにします。はい、おかん楽しみにしてるで。ありがとうございます、ゆりなさん。ありがとうございます。はい、ということでハッピートデイ大賞、うん、1枚プレゼントということで。そっか、俺が決めんのか今日。そうですよ。うわ、今日全部ハッピートデイやったな、みんな。なんかめっちゃ良かったっすわ。そうでしょうね。ねんじぐさん、かっこさん、ゆりなさん、のりちゃさんの呼んだのは誰さんでしょうか。泉さんとダイナミッコさんとかなさんですね。はい、 OK、 決めました。うん、今日のハッピートデイ大賞はダイナミッコさんです。おお、ね、小一の息子さんのお小遣いの奮闘の話ですので、ね、いい話でしたよ。頑張ってくれ、頑張って。いい話だったんで、ね、そのままいい子に、そうね、育ってってもらえると、育っていただけたらいいなと思いますので、うん、すくすく育ってください。なかったら、俺らみたいなお兄ちゃんに言ってくれたら、もうなんぼでも買えるものは買うので、はい、うちの息子さんに言ってあげてください、うん、あのかっこいいお兄ちゃんに頼みと言ってください。はい、このコーナーではあなたからのメッセージをお待ちしております。嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなどのお話をメールでお寄せください。以上、ハッピートデイのコーナーでした。いつもやんたんレイディアン、そうさ MBS、 It's a happy today。 踏ん張った拍子に膝が痛い。あなたのその膝の痛み、年齢膝が来たのかも。そこでこれ、コンドロイザーアルファです。辛い膝の関節痛にきちんと効いて、痛みを楽にしてくれる。膝は痛み始めが飲み始め。キューピーコーはコンドロイザーアルファ第2類医薬品です。ねえパパ、手遊びしようよ。グーチョキパーで何作る？お家がいいな。快適で安心安全な家。難しいよ。
グーチョキパーでは無理だよ。やっぱファミティフォームしか無理か。家族の未来をスマイルにする、ファミティフォー。大阪、京都、兵庫、和歌山の J-COM サービスエリアで MBS ラジオがテレビで聴ける。12チャンネルの J-COM テレビに合わせてリモコンの D ボタンを押し MBS ラジオを選ぶだけ。クリアなステレオ音声が簡単無料で楽しめます。詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧ください。最優秀賞は小中学生のための音楽の祭典 MBS 子ども音楽コンクールは今年で70年。申し込み締め切りは8月6日日曜日。大英環境グループは子ども音楽コンクールを応援しています。知らんかった大発見のコーナー。はい、このコーナーはまだまだ知らないことも多い僕たち A グループのメンバーにぜひ知っておいてほしいいろんなことをリスナーの方から教えてもらうコーナーです。それが大発見なのか中発見なのか小発見なのか僕たちが判定します。メンバーの二人ともが大発見の札を出したら番組ステッカー1枚をプレゼントいたします。はい、ということでもう早速いきましょうかね。します。はい、まず一つ目は奈良県四季郡、ラジオネーム猿沢駅の亀さんからいただいた発見。俳優夏木マリさんの芸名はダジャレから生まれた。はい、こちら、はい、夏木マリさんは芸名でデビューする際季節が夏だったので、はい、夏で決まり、夏決まり、夏決まりになったそうです。はいはいはい、素敵な名前だなと思っていましたが、まさかダジャレだとは意外でした。うん、そういえば A グループもそんな感じですね。お、俺らダジャレちゃうけど別にしっかり考えてつけてくださったね。そうですね。うん、感じなんですけど、この感じで決めたものではないですね。ですよね。そんなはい、ちゃんとですね。実行しましたけど、はい、はい。スタッフさん、スタッフ調べでは、うん、19歳で本名の中島純子でデビューするも売れず、21歳で夏木マリで再デビューし、ブレイクした。はいはい、夏木マリさんはこの芸名にして、名付けた理由が簡単で嫌でしたよ。最近まで好きになれなかったと、語っていらっしゃいます。なるほど、なるほど。そうですか。ね、そんな、でも今だって聞いたらさ、はい、夏木マリさんって、うん、もうめちゃめちゃこうああってなるけどさ、うん、その始まりが夏で決まりやったっていうのがさ、確かにな、面白いよね。すごい、なるほどなるほど。なんかその時代もあるような気するよね。なんか夏で決まりとかさ、うん、そういうなんか文句、決まり文句みたいなのがさ、はい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 、多かった時代な気がするから今よりね、うん、うん、確かにそれもあると思いますけども、はい、じゃあ、はい、判定の方行きましょうか。はい、いきます。はい、せーの、中発見。中ですね。はい、中発見です ね、 ね、いい。僕あの知ってました。あ、本当。はい、知ってたの中発見。知ってたから中発見。あ、なるほどなるほど。逆に小発見じゃないんですね。うん、うん、これが初知りであれば大発見だったんですけれども、うん、うん、小発見ではない。中発見でしたね。知ってても中発見なんですね。うん、知ってても中発見です。いいですね。あのそこにあんたがスタッフさんの調べたものも載ってましたので、うん、なるほど。そこもプラスさせていただきました。いい出しですよ。はい、じゃあもうどんどんいきますね。はい、続きまして、うん、神奈川県のラジオネーム靴下を履いた猫さんからいただいた発見。森塩は男性を呼び寄せるためのものだった。気になる。はい。こちら、多くの人が霊的な現象や多い、うん、悪いものから身を守るために置くと思っている森塩ですが、うんうん、平安時代まで遡ると女性が男性を呼び寄せるために置いていたという全く別の理由がありました。何ですかそれ。当時は貴族の間での結婚形式が通い婚はと呼ばれるもので、気に入った女性の家へ男性が牛車に乗ってやってきました。はいはいはい、森塩を軒下に置いておくことで、重い荷物を持って疲れた牛が塩分を補給しようと森塩をめがけてやってきたそうです。こうして当時の女性たちは男性を引き寄せるために森塩を使っていたようです。ということですね。で、しかもスタッフさんの調べによりますと、スナックや居酒屋にも森塩があるのはこれと同じく男性客を呼び寄せるため。面白い。っていうのが、なんか今でも置いてあるところが多いっていうのは、
その理由もあるんだ。そう、じゃあルーツが違うんだ。そう、俺たちの思ってたですね。どこから派生して逆にこの霊的なものへのあれになったのか分からへんけど、うん、確かに確かに、そっかそっかね、面白いですね。なるほどね、これおもろいな。よう見るもんな。で森塩しとけとか言うしな、はいはいはい、その理由が遡ると平安時代からあったということです。面白いですね。はい、じゃあほどほど早速判定いきましょうか。はい、いきます。せーの、大発見。よいしょよいしょ。いや、これは大発見だ。これは大発見ですね。いや、文句なし、うん、面白い。これ知らんかったしね、うん、勉強になりました。聞いてる方も全然知らんかったと思うし、うん、面白いのが来ました。はい、ありがとうございます。靴下を履いた猫さん。靴下、じゃあもうどんどんいきます。はい、続きまして、長野県のラジオネームアータンさんからいただいた発見。アータン、世界初のアイドルは紀元前500年頃に結成。なんだそれ。諸説あると言われていますが、はい、紀元前500年頃に聖、今の中国ですね、うん、でできた、人数はなんと80人もいたグループが初だと言われているそうです。スタッフさんの調べによりますと、紀元前500年頃、聖という国の隣にロという国がありました、はい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 、ロの国はあの孔子、孔子、孔子、はいはい、孔子ね、を、抜擢して、はいはいはい、急発展しました、はい、で聖の国はこのままでは飲み込まれる危険があったので、うん、聖の国の出した結論は、ロの国の人々が不真面目になればよい、うん、ということで、歌とダンスのトレーニングを積んだ80名で女性アイドルグループを結成して、すご、毎晩のようにステージを開催、はいはい、で孔子がうるさいので、牢の国はツアーはできなかったが、毎晩聖の国でライブを開催するので、牢の国の偉い人や姉妹に国王まで夢中にさせる、ファンになった牢の国の人々からは、聖の国は文化が進んだ親切なええ国や、わしらみんなで支援しようという意見まで出始め、聖の国は牢の国に飲み込まれる危機を脱したということですね。歌と踊りもやってたんですね、もうその時代。だからもうがっつりアイドルやったんよ。どういう、まあ、舞的な感じだったかな、踊りも。かな、昔の。そうじゃないかな、だって当時あったものやから。だからダンスとかっていうあれではないんじゃないですか。歌ってなんなんやろうな。どういう歌なんかな、五七五みたいな、あっち系なんかな。歌いっていう感じのやつ。昔で言う歌ってそういう感じでしょ、平安時代。うん、なあれもどうなんやろう。すごいな。だから両方あったんじゃない、両方するみたいな。前で誰かが前しながら、そう、はいはいはい、でその奥でこう歌い、ほんまに今の現代のみたいなね、エンターテイナー、そう、だからダンサーとパフォーマー、はいはい、パフォーマーに、パフォーマーと何ボーカルみたいなに分かれる感じなの。ほんま現代ですよ。80人おるからな。確かにすごいな。だから80人が変わる変わるで出てたんかな、毎日のようにやってるから。そうね、ってことやったのかな。推しが定まらないですね、80人もいたら、うん、推しとかいう概念あったんかな、その当時。うわーどうなんやろうな。けど、まあないでしょうね。100%。まあでも好きな子とかおったんちゃいます？な、あの子はいいなみたいな。ええー、面白い、うん。が紀元前500年頃だったということです。はいはいはい、じゃあ、はい、判定の方いきましょうか。はい、いきます。はい、せーの、大発見！おい、おめでとうございます。いいですね。ね、今日面白いの多いよね。おお、そうですね。今日も、今日も多いですね。今日、はい、面白いの多いでしょ。はい、今日も多いです。はい。えりすぐりですから。ありがとうございます。はい、いつもえりすぐりってますけど、はい。ね、先週一個も出へんかったから、大発見。あら、そうなんですよ。ダメじゃん。はい。先週の担当者さん。はい、ちゃんと出しましょうということで、はい。はい。気合い入れ直しました。なるほど。はい。いいですね。じゃあ、続きましていきますね。うん。続きまして、千葉県奈良市の市のラジオネーム、ピッピさんからいただいた発見。ピッピだ。任侠映画の緊迫した場面で、ハウマッチと字幕が出る。知らん。何それ。全く分からへん。何が起きてるんですか。はい、そのような映画で使われる、はいはいはい、なんぼのもんじゃい、はいはい、という言葉は、日本語では大したことないだろう、というような意味合いだと思うのですが、うん、合う英訳がないため、映画の字幕ではそうなってしまっているそうです。ね、他にも、何しとんじゃい悪いは、How are you doing? はぁ、おひけえなすっては、How do you do?
はあ、などニュアンスがかなり変わって字幕になっているそうですっていう。面白い。なるほど、ね、ことですね。そんな感じなんですね。あ、スタッフさん調べもありますよ。来たよ。マイケル・ダグラス主演の高倉健さん、うん、松田優作さんが出演したハリウッド映画、はいはい、ブラック・レイン、うん、ロケ地が大阪だったんですね、うん、でも暴力団役のセリフ、我なんぼのもんじゃいに How much の字幕がついている。はあ、いや面白いな。何にしても How much はちゃうくない、なんぼのもんじゃい、ほんまになんぼって聞いてるやん。だから略す人がわからんあったんちゃいますってなるんかな。なんぼのもんじゃいっていうのもちょっと何関西弁ですよね、うん、だからやっぱ関西弁っていう文化がまあね、届いてなかったのかもね。その標準語だったら言わへんから。標準語でもなんぼのもんじゃい、そのまま標準語でじゃあ訳してくださいって言われても分からんくらい難しい。なんぼのもんじゃいはなんぼのもんじゃいじゃないってなる。確かにな。だからもう分からんかったやろな、うん、僕もハウマッチになる。なるほどね、面白いということです。勉強になりましたね。ね、面白いよ。さあさあさあ、いいよこれ。こちらも、はい、判定いきましょうか、はい、いきます。せーの、大発見！大発見！大盤振る舞いです！すごいね。すごい、大盤振る舞いの人だった。大盤振る舞いでしたよ。街中で見たことあるこの人。大盤振る舞い。いや、すごない。でも、ほんまに知らんよな。知らん。の。ハウマッチ。確かに、面白いんですよ。いいですね。知識が増えていきます、今日。じゃあ、うん、続いて、はい、ラストですね。あら、早いね。はい。いきます。うん、突事件、突事。ごめんなさいね。栃木県、はい、栃木県足利市の、ラジオネーム星民さんからいただいた発見。修学旅行、引率の先生の旅行代は自腹だったりする。何それ、やばいじゃん。やばいじゃん。何それ。こちらですね、高校時代先生はタダで旅行行けて、なんなら出張代ももらえて、うん、先生にとって修学旅行って最高じゃない、うん、と思っていましたが、うん、公立中学の教員になった友達曰く、はいはい、自治体によって違うそうで、私の友達は完全に自腹と言っていました。違わないそれ。しかも下見もあるので、同じところに仕事の上司らと2回も行って、しかも仕事なのに自腹っておかしくないと愚痴っていました、うん、ちょっと気の毒ですね。いやほんまそう。やな、マジかよ。ほんまそうやねんけど。それ初めて知りました。やばいよな、うん、これ自腹って言って、だって得ある、先生にね、印刷も大変ですしね。のスタッフさん調べによると、私立は大体学校が負担してくれるそう。うん、しかしあるアンケートで、公立学校の教員に修学旅行の引率で旅費を負担することはあるかと聞いたところ、旅費は自己負担と答えた人は4割近かった。お、出張代は出るが完全にマイナスという声も。修学旅行では先生に優しくしようと思いますって。はあ、なるほどな。それはさ、でもなんかよう冷静に今思い出したら、修学とか多かったな。なんか、いやでも、いや分かるよな、うん、マジで。それでさ、だって お前ら早寝ろよとか言われてさ、うん、で自分だってさ、自腹でさ、そうやな、来てさ、もうだから自由時間じゃないけど、はいはいはい、もうゆっくりできる時間ってもうその後しかないわけよ、うん、はいはいはい、お前らマジで早寝ろってなるよな。確かにな。で見回りとかさせられてね、うん、こっち自腹で来とんねんって。そうやな。でもまあそれは生徒に当たったらあかんな。いやいや、まあそれはそう、ね、それがそれはそう。いやでもそうなんや、うん、確かそこ自腹の意味マジで分からんわ。分からんっすね、うん、マジでそのね、何1回目のね見ておくっていうのは、うん、絶対に、ね、それこそ下見こそ出せよな。そうそうそう、それはそうですよね。ないやもう分からんけど、2回目別に出さなあかんと思うけど、うん、どうなんやろな。へえ、なんかあれですね、ちょっとなんか良くないですね。ね、腹立ちません、なんか。その生徒がなんかよくわからんな。いや、なんか、で、しかもその、だから私立公立でやっぱ違うっていうのもあるし。ね、私立が逆にあれなんですね。出すんですね。うん。だからやっぱ学校が持ってるお金がちゃうんやろうね。ごめんね。ちょっと大人の話になってごめんなさい、皆さん。大人な。すごいなぁ、ほんまに。あれ自腹で来てたんやって思ったら、マジびっくりするもん。だってしかも俺だって中学とか俺2泊3日とかやったからさ、うん、はいはい、2泊3日分自腹ってことやろ。そうね、結局って思ったらやっぱすごいよな。なかなか
一泊二日で、ね、ああって思うけど、それ二泊してんねんで。しかもね、その飛行機で行く場所も、まあ、学校にめっちゃ変わりますけど。沖縄やったし。俺もそう、俺もそう、うん、沖縄やったから、そう思ったへえーってなるよな。なかなかね、はい、知らん事実ですけど、皆さん優しく仕上げてください、これから修学旅行行く方、ね、先生に。ちょっと言ってあげて。ちょっとそれ考えたらな、ね、であの時の対応ちょっとちゃうかったなみたいな、なんか、ね、もうちょっと優しくできたなって思うよ。この人も自腹で来てんねや、うん、自腹で来てね、そう、ほんま家族とかと来たやろうに、ね、そこを頭の片隅に置いて修学旅行に行ってください、行動してくださいね。一個考えて、はい、はい、ということでじゃあちょっとこちら判定いきましょうか、うん、いきます、うわいきますよ、せーの、昭和圏だ、なんかな、ちょっとかわいそうやった、かわいそう、なんかよくない、よくない発見してもうだな、なんか知らんぐらいがちょうどよかったかもしれない、もしかしたらちょっと、もしかしたらこの僕らお子ちゃまには早かったな、あまだね、もうちょっと大人になってから現実すぎたね、現実すぎたから現実見せられたんで、ちょっとごめんなさい、うん、申し訳ない、先生頑張ってください、申し訳ない応援します、いやでも今日はたくさん大発見出ましたので、めちゃめちゃ出たよ今日、はい、ありがとうございます、皆さんありがとうございます、ありがとうございました。はい。以上、知らんかった大発見のコーナーでした。それではここで一曲をお送りします。1990年からヤングタウン土曜日、その後水曜日を担当された古田新太さん。今夜お送りするのは古田さんが出演した2000年のドラマ、僕も大好きで、僕の人生にとって、僕を変えたと言っても過言ではない。いや、変えた。そんな作品です。池袋ウエストゲートパークの主題歌です。サッズで、忘却の空。今日は A グループの小島健と草間リチャード啓太がお送りしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は俺がバースデーボーイです。イェーイ。あと4日後です。イェーイ。みんな祝ってね。祝ってね。お願いします。はい。塗って直す、貼って直す、飲んで直す。用途で選べるイボコロリシリーズ、横山製薬。ペピ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 チーズ、選べる美味しさベビーチーズ、パク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 ベビーチーズ、とっても楽しいみんなのチーズ、QBB のベビーチーズ。最後の直線、多くの会社が横並び、そして外から来た MBS 企画が来た。 CM といえば MBS 企画、広告といえば MBS 企画、見事一着ゴールイン。広告会社の MBS 企画、ラジオ CM のことなら MBS 企画で検索。最優秀賞は小中学生のための音楽の祭典 MBS 子ども音楽コンクールは今年で70年、申し込み締め切りは8月6日日曜日。デンタルプロは子ども音楽コンクールを応援しています。目指せ全国制覇、 A グループ47全国ツアーへの道、奈良県編。はい、たくさん情報をいただいてますので、はい、早速ご紹介していきたいと思います。い、まずはゆりかさんですね、ありがとうございます。奈良県大和郡山市では毎年全国金魚すくい選手権大会が行われます、うん、奈良県在住の人は奈良県予選を通過してからではないと全国大会には出れません。すご、うんうんうん、また競技として扱われるのでスリッパは禁止、かかとのある靴、過去体育館シューズを履いての参加が義務付けられています。もうガチや。なるほどね、これ今写真にもゆりかさん送ってくれてるけど、奈良の人はさっきも言ったみたいに地区予選から出ないといけない。めちゃめちゃ人おらんね、これすごいな。ヤンタン店ぐらい写真並んでますけども、さっきの写真と変わらんぐらい全国金魚すくい大会めっちゃ並んでるやん。そんな全国大会があるんですね。奈良県でやってるそうなんで、はい、ぜひ参加してみてくださいって、参加してみますか。ありがとうございます。続きまして、キッティさんかなからいただきました。ありがとうございます。奈良のこれは若草山で開催される鹿せんべい飛ばし大会は直径20センチの、競技用鹿せんべいを山の中腹からフリスビーのように投げて飛距離を競います、はい、過去には64メートルの大記録も。投げたせんべいは競技を見守る鹿が食べます、
優勝商品は鹿の角のトロフィーです。ぜひ挑戦してほしいです。いやでも行きたいなこれ。だけど競技用めっちゃでかいんやん、ね、普通にあげる鹿せんべいよりだいぶでかい。何十一回り二回り三回りぐらいでかい。いいですね。20センチやもんな、ね、全然、うん、手のひらよりでかいか。でかいでかい。60でかい。じゃあ20センチ、まあ、ちょっとでかいな。ななかなか難しそうやね。投げて、ね、最終的には鹿が食べてくれるっていう。ね、いいですね。やりたいこれ。理にかなってる。行きたい行きたい。な、面白そう。ね、64m の飛ばせるのすごいな。ありがとうございます。ぜひぜひ行きたいですね。うん、続きまして、はるかさんからいただきましたね。奈良県の近くに高速餅つきで有名な中谷堂があります。うん、お時間が合えば目の前で高速餅つきを見ることができる上、出来たてのよもぎ餅を食べることができます。柔らかくてコシのあるお餅が絶品なので、奈良に来た際にはぜひ寄ってみてください。これ行ったことあるか、なんか見たことある気がしますね。よくテレビとかでも ね出てるところですよね。中谷堂、はいはい、高速餅つき。うん、そうほぼ触れてないんちゃうかぐらいのスピードでやるやつ、ね、見ましたねこれ。そうやそうやそうや。なるほど。じゃほんまに美味しかったねこれ。皆さんもぜひ食べてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続くよくかもなきゃ俺。あ、今日めっちゃ噛むわ。そんなんすよ2回目とかな、はい、そんな、はい、続きましてうぬむんさんからいただきました。三輪そうめんは三輪そうめんは奈良県桜井市を中心に生産されている、はい、そうめん。これでそうめん。そうめんですよねこれ。これでそうめんって呼ぶの。そうめんでそう、はい、なんで三輪そうめんの方はそうめんひらがななんやろうな。三輪そうめんっていう商品名や。あ、だからそなるほどね。はい、はいはい、危ない。奈良県桜井市を中心に生産されているそうめんで、はい、特産品となっています。特産品ないのこれ。桜井市ではそうめん条例が、はい、制定され、うん、市が三輪そうめんの普及を、はい、促進するために市全体として取り組んでいます。奈良に来たすればその年は豊作であると言われています、はいはい、屋台等もあり結構盛り上がるので、の皆さんもヤンタンスタッフの皆さんも砂かけられに来てください、砂をかけられに行くってことね。雨の代わりに砂ちょっと嫌やけど、まあでもなんか、あ、なんか上に敷いてるな、レジャーシートみたいな。あ、カッパとか着てるわ。写真見たら痛ない。でも砂確かにビチョビチってなるか。雨に見立てたとて、そっかそっか、雨とは違うやろ。だってめっちゃ痛そうやねんけど。でも屋台とかもあるもんね。うん、祭りなんですよ。いや屋台大好きやからな俺。屋台やめがないもんね。屋台ってさ、やっぱマジで全部うまない。確かに屋台で出てるもん。何好きですか。え、屋台で。うわむずいな。屋台ワングランプリ、ワイワングランプリ。全部でたまにさ、串焼きとか売ってるとかあるやん。ありますね。あれはもういいね。イカとかさ、ちょっとわかるわ、めっちゃわかるわ。もうその場で焼いてんのがもう、やりたいな。食べろってなるもん。屋台ワングランプリやりましょうよ。屋台、いろんな屋台、ここでバーって屋台のブースいっぱい並べてもらって、何が一番うまいのか。あれそうめんの次は屋台。夏のところですから。はい、2つ決まりました。屋台ワイワングランプリとそうめんの次は三輪そうめん、ね、屋台です。三輪流しそうめんとワイワングランプリ。予算大丈夫でしょうか。大丈夫です。俺の誕生日ですから。振るいましょう。ここにかけていきましょう。ありがとうございます、アナゴさん。はい、ありがとうございます。続いて、キナさんからいただきました。はい、ありがとうございます。マラソンタオルをご存知ですか？何それ？フェイスタオルの真ん中を首の大きさに丸く切り、下着代わりに体操服の中に着ます。お、汗を吸収してくれて、後ろから首から抜く瞬間がとてもさっぱりして気持ちいいです。奈良でライブするときは仕込んでください。奈良県民だけ受けます。キナさん。ちょ、みんなキナの写真見て。ぜひ調べてみてほしいな、ね。マラソンタオルってあるんですけど。こんなんあんねんな。ね、初めて見たわ。これないですよね、我々大阪とか京都の地元では。ない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 。これは子供みんなお子さんしてはるってことですよね。ってことなんやろね。でも確かにいいな、これ。汗かいてもすぐ吸収してくれる。乳首すれへんし。乳首すれ。小学校の頃乳首すれ気にしたかな。掘ったくない。でも乳首めっちゃすれて血出てる子とか。マジで掘ったよ。なかなかすれてますね、その子。俺はあの嫌すぎて走ってなかったから、あのずっと待ってたの俺マラソン。うん、待ってたから、はいはい、そういうやつがおったのを知ってる。乳首すれおらんかったな。帰ってくるやつおったもん。乳首すれるやっぱお子さんに。じゃあ、はい、マラソンタオルぜひ。乳首するお子さんは、はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。気をつけてください。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。続きまして、はい、らっきょさんからいただきました。ありがとうございます。奈良県は柿の葉寿司が有名です。あ、そうですね、うん、紅葉のシーズンには色とりどりの葉で包まれる柿の葉寿司もあり、とても綺麗です、うん、
味覚だけではなく視覚でも四季を楽しめる奈良のおすすめの一つですということですね。ラッキョさんの写真これおしゃれですね。こんなカラフルな柿の葉寿司見たことないね。見たことないですね。全部緑やん。やっぱ柿の葉寿司もめっちゃ好きやねんな俺。前ロケで行った時そういうことずっと食ってましたもんね、うん、一パックすぐ食べれる。一人で食べてたもんね、うん、大好き。確かに美味しいもんね。サイズ感もいいよね。確かに確かに。そうだ、京都でもそのちっちゃい時に錦市場で売ってて、うん、はあ、はいはい、柿の葉寿司をそれ毎回買ってた。あ、おばあちゃんに買ってって言って。いいですね。それおやつにしてた。はあ、もう昔から大好きっ子や。そう、柿の葉寿司大好きなの。美味しいですもんね、うん、ぜひ。確かにおしゃれや。でもこのカラフルなのもぜひ食べてみたいです、ね、食べたい食べたい。ありがとうございます、ラッキーさん。続いてヤギさんからいただきました、奈良にある鷹の原イオンは、うん、奈良と京都の県境に立っているので建物内に県境の印があります、うん、この高野原イオンでも奈良側のお店と京都側のお店で最低賃金が違うのでアルバイトするなら京都側のお店でバイトするのがおすすめです。ほらほら、ぜひ訪れた際には県境を楽しんでください。こんなん言うなよ。やばそれ、ヤギそれやば。こんなん言ったらみんな京都側行くやろ。奈良側困るやないか。あの子あっち側の奈良側の店の子やからなって。低いねんな、あの子って。ねえ、最低賃金。そっか、県境が面白いですね。これは写真でちょっと見てください。店の中に県境あるの面白いね。おもろいな。なんだろうこれ、なんかの店ちょうど県境挟まれてる。確かに、ね、この写真見たら。確かに、だから、ね、だから立ってる期間がこっち奈良側の方が多かったら奈良変わってくるの。道原さん、喋りたい気持ちは分かりますが追い出し BGM が来たということでごめんなさい。その話はまた次のオープニングでこの高野原イオンの県境について語ってください。今日はここまでです。以上、47全国ツアーへの道第39回目は奈良県でした。来月も47全国ツアーお楽しみに。自分から俺らこんな仕事ないねんって情けないな今思ったら。あの時はあれがノリなんやと思ってんけどノリじゃなかったですよ。何ヶ月経っても仕事が来へんのよ、個人仕事は。アピールね、アピールしてたけど、はいはい、実はね、僕はドラマ出演というお仕事を隠し持っていました。ありがとうございます。ファインボーイズさんのモデルにね、こうやらせてもらうっていうのは、俺がこじけんっていうふうに言われてるから、うん、モデルの件なんでモデ件にしてくれと、うん、ヤンタンでるって暇に思われてるくないみたいな話とったらヤンタンも仕事やからって言われてスタッフさんに、うん、それも確かにそういう考え方もあるなっていう。59分までやるんでちょっとほんまに今日一日終わるまで僕らと一緒に笑っていただけたらなと思います。はい、それ行きたいと思います。何やねん、何笑ってんねん。うまいことしたのが悪かったの。何うまいこと、なんかめっちゃうまいこと笑ったのが悪かった。スタッフ今日一笑ってるわ。テレレレレレレテテレテ、たとえ火の中水の中草の中森泉ヤッホー。これですね。やっぱ2人でやるってなった時に一番やりやすいのは小島くんかな。いやそれで言うたやけど俺小島が一番楽しかった。あマジ。でもそれで言うたやけど、うん、2022年のペアで一番多いの小島と俺やろ。確かに確かに。で俺聞いててそおたべとか一番聞きやすいのはやっぱ小島の声やと思う。聞いててもまあ俺別に小島はええかな。ほんじゃマッサン一緒にやろう。このもやしめっちゃ乗ったラーメン。ちゃうかも。めっちゃニンニクの。俺その日じゃなくていいや。俺もその日じゃなくて。あ、じゃあやっぱ高級焼肉弁当でしょ。クソがクソが。俺多分何年後も言うよ。ティッシュのレギュラーラジオ番組があるんですよ。出張代って言ったらタイトルが出てくるんですよね。環境はでもこういうね、ヤンタンさんというとファミリー感がある仕事場っていうのはこう伸び伸びさせていただいてるんで、うん、まだまだ伸びていくので小島県 A グループ、うん、それを応援していただけたらなっていうのがもう一番です本当に。泣いちゃった。泣いちゃったよ。エモエモでしたね。いやまさかなかなか、なんか今回はね追い出し BGM がさっきあるぐらいのロングジングル、うん、結構自信たっぷりの、うんね、打ち合わせからでしたけども、ね、ほんまにいいロングジングルだったじゃないですか。しっかり詰まってたじゃないですか。小島健のヒストリーみたいなもの、うん、個人仕事を取っていく、ね、このちょうどこの1年ぐらいですから ね、ほんまにそのファインボーイズさんのあれもそうです、うん、仕事もじゃあドラマも1年前ぐらいに発表させてもらってみたいな、うん、すごいな。結構来ましたよ、ぐっと快進撃が。はい、胃のあたりまで来ました。胃のあたりまで来たか、はい、足からつま先から胃のあたりまで。でも聞きながら、あこれいつの回やって言ってた、ね、言ってない言ってない言ってない、全部覚えてるよって言ってたよ。
あ、この回あったなって言いながら聞いてましたけど。みんなが褒め出した時に、そうそうそう、こんなん言ってくれてるとか言ってたけど、そう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 、めっちゃ目の前で褒めてたやつや、ね、あの、コビ売ってる回ですね。コビ売ってたから。のわー、そっか。いいね、なんか実感湧いてきたな、24歳になるっていう。うん。いやー、そっか、24歳か。24歳の抱負、うん、言った、まあ、いやいやいや、そんな抱負なんか別にないですから、ね、23歳最後こうしこれしたいなとか、あってないなもんですから、ね、あ、なるほどね。23歳最後と飛ぼっかな。24歳地上におらんとこから、あ、出た昔の10代、10代みたいな、10代みたいなことしよっかな、年越したかね、それ。そうそう、でもちょっと24より若くなろうかなと思っておりますので、皆様何卒24の小島健に期待していただけたらなと思ってます。はい、どんどん若くなって、ベンジャミン・バトンじゃないですけども、はい、日々年々若くなっていこうと思います。まあいいですね、うん、ついてきてください A グループに、はい、もう24歳はもっと生きていきたいよね、うん、A グループとして。そうだね、俺がもう24歳になるっていうブーストかけるんで、お A グループを、いいね、それをエンジンとして、そうそうそう、みんなで連れて走っていきましょう、みんなで走って、マジでマジでちょっと、その年は豊作であると言われています、はいはい、屋台等もあり結構盛り上がるので、A の皆さんもヤンタンスタッフの皆さんも砂かけられに来てください、砂をかけられに行くってこと ね、 雨の代わりに砂、ちょっと嫌やけど、まあでもなんか、うん、あ、なんか上に敷いてるな、レジャーシートみたいな、あ、カッパとか着てるわ、写真見たら、いたない、でも砂、確かにピチピチってなるか、雨に見立てたとっとて、そっかそっか、雨とは違うやろ、だって、うん、めっちゃ痛そうやねんけど屋台とかもあるんね、うん、祭りなんですよ、いや、もう屋台大好きやからな俺、屋台やめがないもんね、屋台ってさ、やっぱマジで全部うまない、確かに屋台で出てるもん、何好きですか、え、屋台で、うわー、うわー、むずいな、屋台ワングランプリだ、ワイワングランプリでは全部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 、たまにさ、串焼きとか売ってるとかあるやん、ありますね、あれはもういいね、イカとかさ、ちょっとわかるわ、めっちゃわかるわ、
もうその場で焼いてんのがもうやりたいな、食べろってなるもん。屋台ワングランプリやりましょうよ。屋台いろんな屋台、ここでバーって屋台のブースいっぱい並べてもらって何が一番うまいのか。あれあれ、そうめんの次は屋台。屋台夏の決まりました。夏男ですから、はい、決まりました。屋台ワイワングランプリとそうめんの次は三輪そうめん。三輪そうめん、ね、屋台です。三輪流しそうめんとワイワングランプリ。予算大丈夫でしょうか。大丈夫です。俺の誕生日ですから振るいましょう。ここにかけていきましょう。ありがとうございます、アナゴさん。はい、ありがとうございます。続いてキナさんからいただきました。はい、ありがとうございます。マラソンタオルをご存知ですか。何それ。フェイスタオルの真ん中を首の大きさに丸く切り、下着代わりに体操服の中に着ます。もう汗を吸収してくれて、後ろから首から抜く瞬間がとてもさっぱりして気持ちいいです。奈良でライブするときは仕込んでください。奈良県民だけ受けます。キナさん、ちょ、みんなキナの写真見て。ぜひ調べてみてほしいな、ね、マラソンタオルってあるんですけど、こんなんあんねんな、ね、初めて見たわ。これないですよね、我々大阪とか京都の元では。ない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 。これは子供みんなお子さんしてはるってことですよね。ってことなんやろね。でも確かにいいな、これ。汗かいてもすぐ吸収してくれる。乳首すれへんし。乳首すれ小学校の頃乳首すれ気にしたかな。掘ったくない。でも乳首めっちゃ擦れて血出てる子とか。マジで掘ったよ。なかなか擦れてますね、その子。俺はあの嫌すぎて走ってなかったから、あのずっと待ってたの俺マラソン。うん、待ってたから、はいはい、乳首そういうやつがおったのを知ってる。乳首擦れおらんかったな。帰ってくるやつおったもん。乳首擦れるお子さんに、じゃあマラソンタオルぜひ。乳首擦れお子さんは、はい、ぜひぜひありがとうございます。気つけてください。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。続きまして、はい、ラッキョさんからいただきました。ありがとうございます。奈良県は柿の葉寿司が有名です。まあ、そうですね、うん。紅葉のシーズンには色とりどりの葉で包まれる柿の葉寿司もあり、とても綺麗です、うん。味覚だけではなく視覚でも四季を楽しめる奈良のおすすめの一つですということですね。ラッキョさんの写真これおしゃれですね。こんなカラフルな柿の葉寿司見たことないね。見たことないですね。全部緑やん、やっぱ。確かに柿の葉寿司もめっちゃ好きやねんな。前ロケで行った時そういうことずっと食ってましたもんね。うん、一パックすぐ食べれる。一人で食べてたもんね、うん、大好き。確かに美味しいもんね。サイズ感もいいよね。確かに確かに。そうだ、京都でもそのちっちゃい時に錦市場で売ってて、うん、はあ、はいはい、柿の葉寿司をそれ毎回買ってた。ああ、おばあちゃんに買ってって言って。いいですね、それおやつにしてた。はあ、もう昔から大好きっ子や。そう、柿の葉寿司大好きなの。美味しいですもんね。ぜひ、確かにおしゃれよ。でもこのカラフルなのもぜひ食べてみたいです。食べたい食べたい。ありがとうございます、ラッキョさん。続いてヤギさんからいただきました、奈良にある鷹の原イオンは、うん、奈良と京都の県境に立っているので建物内に県境の印があります、うん、鷹の原イオンでも奈良側のお店と京都側のお店で最低賃金が違うので、アルバイトするなら京都側のお店でバイトするのがおすすめですほらほらぜひ訪れた際には県境を楽しんでください。こんなん言うなよ。やば、それヤギ、それやば。こんなん言ったらみんな京都側行くやろ奈良川困るやないか。あの子は違うの、奈良川の店の子やからなって低いねんな、あの子ねえ、最低賃金そっか、県境が面白いですね、これは。写真でちょっとみんな見てください。県境あるの面白いね。おもろいな。なんだろうこれ、なんかの店ちょうど県境挟まれてる。確かに、ね、この写真見たら。確かに、だから、ね、だから立ってる期間がこっち奈良川の方が多かったら奈良変わってくんの。道原さん、喋りたい気持ちは分かりますが追い出し BGM が来たということでごめんなさい。その話はまた次のオープニングでこの鷹の原イオンの県境について語ってください。今日はここまでです。以上、47全国ツアーへの道第39回目は奈良県でした。来月も47全国ツアーお楽しみに。自分から俺らこんな仕事ないねんって情けないな今思ったら。あの時はあれがノリなんやと思ってんけどノリじゃなかったですよ。何ヶ月経っても仕事が来へんのよ、個人仕事は。アピールね、アピールしてたけど、はいはい、実はね、僕はドラマ出演というお仕事を隠し持っていました。ありがとうございます。ファインボーイズさんのモデルにね、こうやらせてもらうっていうのは、俺がコジケンっていう言われてるから、うん、モデルの件なんでモデケンにしてくれと、うん、ヤンタンでるって暇に思われてるくないみたいな話とったらヤンタンも仕事やからって言われて、スタッフさんに、うん、
あ、それも確かにそういう考え方もあるなっていう。59分までやるんで、ちょっとほんまに今日一日終わるまで僕らと一緒に笑っていただけたらなと思います。はい、それでいきたいと思います。なんやねん、なん笑ってんねん。うまいことしたのが面白かったの。何、うまいこと、なんかめっちゃ笑そうとしたのが。スタッフ今日一笑ってるわ。テレレレレレレテテレテ、たとえ火の中、水の中、草の中、森、泉、ヤッホー。これですね。やっぱ2人でやるってなった時に一番やりやすいのは小島くんかな。いや、それで言うたやけど、俺小島が一番楽しかった。あ、マジ。でもそれで言うたやけど、うん、2022年のペアで一番多いの小島と俺やろ。確かに確かに。で俺聞いてて、おたべとか一番聞きやすいのはやっぱ小島の声やと思う。聞いてても、まあ俺別に小島ええかな。ほんじゃマッサン一緒にやろう。このもやしめっちゃ乗ったラーメン。あ、いや、ちょっとちゃうかも。めっちゃニンニクの。俺その日じゃなくていいや。俺もその日じゃなくて。あ、じゃあやっぱ高級焼肉弁当でしょ。クソがクソが。俺多分何年後も言うよ。ティッシュのレギュラーラジオ番組があるんですよ。出張代って言ったらタイトルが出てくるんですよ。環境はでもこういうね、ヤンタンさんというとファミリー感がある仕事場っていうのはこう伸び伸びさせていただいてるんで、うん、まだまだ伸びていくので小島県 A グループ、うん、それを応援していただけたらなっていうのがもう一番です。本当に。泣いちゃった。泣いちゃったよ。エモエモでしたね。いや、まさか、なかなか、なんか、今回はね、追い出し BGM がさっきあるぐらいのロングジングル、うん、結構自信たっぷりの、うん、ね、打ち合わせからでしたけども、ね、ほんまにいいロングジングルだったね。しっかり詰まってたじゃないですか。小島健のヒストリーみたいなもの。うん、個人仕事を取っていく、ね。このちょうどこの1年ぐらいですから ね、ほんまにそのファインボーイズさんのあれもそうです。仕事も、あ、じゃあドラマも1年前ぐらいに発表させてもらってみたいな、うん。すごいな、結構来ましたよ、ぐっと。快進撃が。はい。胃のあたりまで来ました。胃のあたりまで来たか、はい、足からつま先から胃のあたりまで。でも聞きながら、あ、これいつの回やって言ってた、ね、言ってない言ってない言ってない、全部覚えてるよって言ってたよ。あ